どうもこんにちは、ミカスです。家の中でね、電池使う製品って結構多いんですよね。家電製品っていうわけじゃなかったり、家電製品のリモコンだったりとか、時計だったりとか、あとライトとかね、結構電池使うんですよね。でその度にアルカリ電池とかをね買おうとすると、アルカリ電池意外と高いんですよね。ホームセンターなんかだとこうダーッといっぱい入ってて安く売ったりするんですけど、あれ持ちが悪かったりとかで、もう今時はね、こうエネループ的な充電電池がねだいぶ幅を利かせていると。でただやっぱりね、そのエネループだったり、パナソニックのやつだったりとか、やっぱりその電気屋さんとかそのホームセンター行って買おうとすると結構するんですよね。そこで、自分の動画ではね、今まで何回か紹介してるんですけど、言葉ではね紹介してるんですけど、どんなものかっていうのをお見せしたことなかったんで、今日はねアマゾン電池を紹介しようと思います。アマゾン電池、実は、乾電池もあるんですよ。ただのアルカリの乾電池で、それじゃなくて充電式のね、エネループ的なアマゾン電池、これを紹介してみようと思います。さあ、ではね、これ8本入りのタイプになりますね。はい、行きましょう。こんにちは。出ました出ました。昔はですね、色がちょっと白いやつだったんですけど、今はねこの黒と緑のこういうカラーリングに変わってます。多分ね、Amazon のリンク、貼っときますけど、触るとね写真白いやつ出てくると思うんですけど、実際にはね、この緑色のタイプになってます。で、これね8本入りなんで4本パックが2つなんですけど、4個入りっていうのもありますね。はい、ということで、この電池なんですけども、こんな感じですね。ニッケル水素です。一昔前のニッケルカドミウムじゃなくてニッケル水素なんで、そもそもね容量がすごい大きいんですよ。1.2V っていうことに変わりはないんですけど、1900mAh。昔ね、自分が子供の頃ミニ四駆やってた時はね、こんな容量なかったですね。はい。ということで、うちで使ってる電池はね全部これになってます。すごい便利です。ぶっちゃけね、どこに使ってるか覚えてないんですよ。どこに使ってるか覚えてなくて、もう今までね24本ぐらい、多分24本だと思うんですけど買ってて、いろんなところに使ってます。で、時計だったり、あとはエアコンとかテレビとかのリモコンだったりとかでね、テレビのリモコンなんてそう減らないんですけど、エアコンのねリモコンって液晶がでかくてね、最近のねすぐ減っちゃうんですよね。でうちストーブとかなくてエアコンだけで冷暖房を使ってるんで特にそうなんですけど、ね電池の減りが早いんでね、そういうの便利だし、でね一番使うのは LED のライトなんですよ。はい、この間ね動画でやったんですけど、チキンラーメンペンケースね、ひよこちゃんのやつね、この中にこうね LED のライトをね、よっ、こうね入れとくわけなんですけど、これがね最小のランタンになるっていうね、詳しくはねこれの動画ちょっと見ていただければお分かりいただけるんじゃないかと思うんですけど、これね電池なんですよね。これをフューと開けると、ほら同じのが、お、ちょっとこれもデザイン違うな。これもデザイン違うな。じゃあこれいいやつだ。今なくなっちゃったんですよ、これね 2400mAh。 これね、これ同じの買おうと思ったら今なかったんですよね。Amazon 電池が入ってるわけなんですけどね、さっき白いって言ったんですけど、これ白と黒があって、でこの黒い方は 2400mAh で、白い方は、もっと少ないやつだったんですね。今こっちなんでね、これしかないんであれなんですけど、このねランタンに使う、これ炭酸1本なんで、つけてれば減るわけですよ。結構夕方からつけちゃうとね、一晩持たなかったりするんですよ。最強にするとこんな明るいんで。でこの間ね言ったんですけど、こういうペンケースにこう入れて、このアマゾン電池を一緒にねこうやって入れとくと、何本か入れとく。でこのランタン LED ももう1本とかね入れておくと、もうランタンはねもうこれだけで済んじゃう。なんてコンパクトなんだとね、アウトドア好きの方は
おすすめですよ、まあ、このひよこちゃんじゃなくてもいいんですけどね、黄色いんでランタンっぽいかなとまあそれはいいんですけどね。ということで、まあ、今時はねこの充電電池が活躍するシーンがものすごく多いと。で、肝心のね値段の方が1610円です。8本で1本200円です。安くないですか、これ1本200円ですよ。まあ、電気屋さんとかで買うと多分もうちょっと高いんじゃないかと思うんですけど、まあ、これからねなんかリモコンとかねなんかそういうのに使ってる電池がなくなったらホームセンターとかでなんか買い物ついでに買うよりはアマゾンでこういう電池買ってあげた方がお得なんじゃないかなと。今日はそういうアマゾン電池の紹介でした。以上です。じゃあいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこっちの方登録お願いします。じゃあいね。